ちは、シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回またまたご投稿いただきました。ご投稿いただいたのはハンドルネーム同性さんからになります。同性さん、ご投稿ありがとうございます。それでは早速投稿内容を読んでみたいと思います。天心様こんばんは。いつも更新ありがとうございます。この度霊的に見た誠実さについてお聞きしたいと思います。守護霊様方はだいたい200から300年前、あるいはそれ以前に生きていた方もいらっしゃることを知りました。また守護霊様方の生きていた時代は天意に沿う生き方を全うするため、誠実な人であるため、論語や孟子を読んでは自らを律されていたとお聞きしました。このことから誠実さは霊格霊層の向上につながり、誠実さと霊格に関係している側面もあるかと思うのですが、実際はどうなのでしょうか。ご教授いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします、ということでご投稿いただきました。同性さん、ご投稿ありがとうございました。はい、今回もご投稿内容を取り上げさせていただいております。ちょっとね、鼻声になっちゃっててお聞き取り苦しい点があるかと思いますけれども、ご容赦ください。今回の質問は誠実さというキーワードについてですけれども、まあ確かに守護霊様っていうのは意外と昔の方が多くてね、昔の方ということは、我々よりもね、生きていた時代はまあ今みたいな時代とはまた違った時代でして、まあ、学ぶっつってもですね、今みたいにいろんな情報にあふれてる時代ではなかったと思いますけれども、まあ、そんな方々も学ぶことには非常にね、勤しんでおられた方が、まあ、死してね、まあ、霊人となった暁に、守護霊となっているというケースがあるわけですね。で、そういった守護霊様はですね、どのようなものを学んでいたかというと、まあ、論語とかですね、孟子といった、まあ、古典と我々が読んでいるようなものですね。こういったものをよく、学んでいたということが分かっています。というのは、やっぱ守護霊メッセージとかをね、いろいろと受け取るときがあるんですけども、結構その辺のですね、中国古典からの引用とかね、そういうものが結構多かったりする場合も多くてですね。まあ、やっぱりその時代のね、学んだこととかがベースになって、こういろいろと、お諭しの内容にも反映されてるなというふうに思ったりします。もちろん、守護霊様も平たい言い方で伝えてくる場合もありますけれどもね、そういうところでやっぱり、そういった学問を積んでいたんだなということが伺えることがあります。で、まず誠実さについてということなんですけれども、まあ、簡単に言うと学問っていうのはね、何のためにするのかっていう話なんですね。まず学問っていうのはまあ学ぶことなんですけども、私たちが学ぶっていうと何となく情報を得るとか知識を得るということをまあ中心に考えますよね。もちろんそれも重要な学びではあるんですけれども、学びの目的っていうのは実は知識を得ることではないんですね。本質はもちろん知識を得ることも大事なんですけども、情報を得るということも大事なんですけども、それはまあ一つのプロセスの中で起こることで、最終的にはですね、何を身につけるために学ぶのか、何を目的として学ぶのかというと、自分自身の在り方を固めるために学ぶんですね。つまり自分の生き方とか、在り方とか、あるいは物事の考え方だとかね、そういうものをどう考えていくか、どのように向き合っていくか、ここを固めていくために学ぶのが本来の学びの目的なんですね。で、特にこの孟子とか論語とかそういうものは別に読んで内容書いてあることで知識を得ると、まあね、受験生が古文の勉強するのにね、論語や孟子が出るから、まあ、漢文かな、論語や孟子だと漢文かもしれませんけど、漢文のなんか
こうテストでね、なんとか論語を覚えとかないとテストに出るから覚えなきゃとかね、孟子の一節が出るから覚えなきゃとかいうことで覚える、まあ、そういうのは知識として覚えるかもしれないけれども、本来は論語や孟子の中に書かれているのは生き方ね、生き方、考え方、物の見方、対峙の仕方、向き合い方、こういうことが説かれているんですね。なのでまあ、現代社会っていうのは、とかく成果主義なんですよね。まあ、成果主義っていう言葉が、まあ、出てきて、久しいですけども、まあ、成果主義っていうよりも、もうとにかく結果オンリーじゃないですか。結果良ければ何でもいいみたいな。とにかく、得たい、何かを得たい。ね。もちろん得たいという気持ちが悪いわけではないけれども、得ることばっかり、我々は考えますね。結果として。例えばこれを勉強したらお金持ちになれるかなとかね、会社で出世できるかなとか、いい大学入れるかなとか、あるいは知識が増えてちょっと賢く見えるかなとかね、まあそれが何かの何らかの仕事につながるかなとかね、尊敬にリスペクトしてもらえるような自分になれるかなとかね、なんか結果をみんな重視するわけですね。で、大体我々がリスペクトする人たちもですね、まあいわゆるインフルエンサーとかね、いう人たちも大体いろんな結果を積み上げて、もうお金持ちになりましたとかね、すごく有名になりました、ベストセラー作家ですとかね、あるいは SNS のフォロワーが100万人いますとかね、YouTube のチャンネル登録者数が200万人にあって、再生回数が500万回いってますとかね、わかんないけど、とにかく結果、全部結果しか見ないわけですね、みんな。だからみんな結果、自分もそんな結果が得たいと思うわけです。だけども本来の学び、特にこの守護霊様が生きておられた時代の学びというのはそうじゃなくて、どういう態度で生きるのか、ここなんですね。そのために学ぶと。で、成果っていうのは確かにね、得たらいろいろとメリットがあるし、得られたでハッピーないられる材料ではあるかもしれないけれども、でも成果ってね、いつか消えていくもんなんですよ。例えば何かこうすごい功績を残したとしても、その功績がずっと自分を支えてくれるかというと、いつかその功績は忘れ去られていったり失われていったりしますよね。典型的なのはお金だと思うんですけども、一時的にものすごい稼いでもね、うわー自分はなんか稼いですごい銀行口座がなんか残高増えてよかったとかね、思うかもしれないけども、気がついたらあれ、あんなにあったお金がもう今ないなんてね、いう経験されたことがあると、ある方も多いと思うんですけども、お金なんてまさに典型的で、すごい稼げて、たくさん、ね、懐あったかくなって、お財布も厚みがあって、銀行口座の残高も増えてよかったと思うんだけども、気がついたらなんか減ってるということが多いですよね。どんなに功績があってね、まあ、あまり具体的な名前を挙げるのもあれなんですけど、昔ね、ある有名な予備校講師の方がいてね、ものすごい一世を風靡した方がいたんですよ。で、もう本も出してたし、メディアにも取り上げられて、ものすごい、やんや言われてね、ものすごく有名な方がいたんです。でもその方ね、去年かな、一昨年かちょっと忘れちゃいましたけど、まあ亡くなりましてね、最後は結構誰にも見取られず亡くなられたみたいな感じのニュースをちらっとやっててですね、まあ、ちょっと人生考えさせられましたよね。まあ、その方はね、まあいろいろあってそうなってしまったことは残念だと思うんですけども、まあもともとはねものすごい名誉というか有名になったし、お金もその時は羽振りも良くて、すごい着てるものもキラキラしたもの着ててね、ものすごく人気もあったわけですね。人気も名誉もあって功績もあったでしょうね。それだけのものを得たわけですから。でも気がついたらなんか最後は寂しく孤独死してたというニュースがね流れてね、その方がどうこうっていうことは別に僕は思わないんですけども、やっぱり人生っていうものは単純に成果積み上げたからといってハッピーになるとは限らないよねと。成果っていうのはいつか消えていくよねと。だから人生で変わらないのは何かっていうと、自分自身の態度ね、人生をどういう態度で生きていくかっていうことがやっぱり人生の全てなんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、ここがまさに学びの本質で、なぜ守護霊様方がその過去生きていた時代に論語や孟子を読んでいた方が多いかというと、読むとですね、
学び、態度とか、どうあるべきかは、を学ぶわけですね。例えば、ロングアーモーシュとは何が書かれているかというと、簡単に言うとですね、まあ、書かれた時代が春秋戦国時代とかの、非常に、荒れた時代だったわけですけども、ね、戦国時代ですから。その中で、まあ、君主と呼ばれているね、まあ、為政者ですよ。国をまとめている。為政者がどのように振る舞うべきかっていうものを、まあ、中心にね、まとめているわけです。だから、いわゆる我々のね、よく現代人が読む自己啓発書みたいな話とはちょっと違うわけですね。自己啓発書って自分がどう変わるかとかね、変わってなんか、すごい成果を得たいみたいなね、ところにつながりやすいですけども、この時代のこういった学びの書っていうのは、君主たるもの、どう振る舞うべきか、どうあるべきか、どのように国を治めるべきか、国を治めるというノウハウ本ではなくて、国を治めるにあたりどういうあり方であるべきか、君主とはどうあるべきなのか、これが書かれているわけですね。君主になるような、まあ君主に限らず、君主という立場じゃなかったとしても、どう人は生きるべきなのか、どういう態度で生きるべきなのかが書いてあるわけですね。ということは、そういう生き方をしようというふうに思うと、態度が変わりますよね。で、態度が変わると、霊的な話をすると、霊界の本質が変わってくるんですね。態度を変えることでしか霊界の本質で変わらないんですよね。いくらね、この世でね、お金をめちゃくちゃ稼いでみせたり、いろんな、功績を立てて人気者になったとしても、その人の心根がね、変わるかっていうと、まあ、その、成果の影響によって一時的にパッと変わることはあるかもしれないけども、本質は変わらないですよね。だから例えば、突然ね、なんか100万円をね、なんかわかんないけど、臨時収入でもらったらちょっと嬉しくてハッピーになるかもしれないじゃないですか。ね。うわぁ、やったー、助かるわ、100万あったら助かるわ、すごい助かるわってね、テンション上がると。だけどもその100万円いつか消える。消えたらまた元に戻るわけじゃないですか。でも、そういうことじゃなくて、自分自身の生き方、人生がどんな逆風が来ようと、順風であろうと、順風であっても油断せず、逆風であってもくじけない、そういう生き方、態度をね、こう、変えていくということができていれば、ね、それはいつしか自分の心根になりますよね。心根のあり方になるわけですね。そうすると、霊界もそういうあり方に変わるわけですね。つまり、誠実さっていうのは、そういう、どうしたら、その、人生に対して、まっすぐに向き合うことができるか。ね。天意を沿う生き方というのは何かというと、天意を沿う生き方というのは、天意は何が考えているのかなって、ね、いつもいつも、こう、天に祈ってるということではなくて、まあ、祈ることもいいんだけど、でもそうじゃなくて、我々の生きている人生に起こるいろんなことの中に天意は現れている。天の意志は現れているんだから、それを読み解きながら、それに対して誠実に態度として向き合っていけと。で、逃げずに。あるいは、腐らずに。で、どんなことが起こってもその中に天意を見出して、ね、そこに向かっていくんだと。決してくじけず、決して腐らず、ね、あるいは自分を偽らず、そこに向かっていくんだと。そういう態度を学ぶために、論語や孟子というものを読んで計算したわけですね。そうやって計算し、態度が変わってくると、霊界の本質が変わってきますと。ね。そうしてたら、霊界が変わったらもう、何があっても、怖くないですよ。それは人生ですからね。山あり谷ありですよ。ものすごく苦境に落ちることもありますよ、それはね。でも苦境に落ちてもいいんですよ。いいっていうか、まあ、なるべく苦行に落ちたくないですし、そういうものは遠ざけたいし、遠ざける努力はしていいんだけど、だけども、来たとしても、それに対して、どういう態度で向き合うのかっていうことの、教養がね、きちんと身についていたら、誠実に生きられるわけですね。誠実にっていうのは、逃げずに、腐らずに、前を向いて、やる、ね。その態度を徹底する。そうすると、霊界の本質もそう変わってくるから、ね、どんなことが起こっても、大丈夫になるし、あるいは怒らなくなるんですね。もっと言うと、あんまり。だんだん怒らなくなる。強固な霊界を持てるようになってくるんで、
あんまり怒らなかった。あるいは怒ってるのかもしれないけど、本人それほど大したことのように感じてないと。ね、周りから見たらあの人大変だよね。今大変なことになってるよねって言うんだけども、本人的には全然平気と。うん。鍛えられてるからね。教養があるから。うん。なので、誠実さっていうのはどうあるべきなのかという態度の問題なんですね。うん。で、あと論語の孟子は先ほども言いましたように、君主のための書なので、為政者です。つまり一国の主の視点で書かれています。一国の主がどうあるべきかという視点で書かれていることは相当高い視点で書かれています。高い視点ということは高い次元ですね。つまり高い次元のもの、意識の持ち方について説かれているものに触れていると、やっぱりその人の意識次元も上がっていくという部分もあるので、そういう意味で、まあ、霊覚向上にも、ね、霊覚とか霊層の向上にもつながっているということが言えるわけですね。まあだからね、本当に、学ぶ、誠実さっていうのは、だから学びの態度ですね。学ぶことによって態度をこう、改めていき、何に向かっていくのが、どのように向き合うのがいいのかと。ね、向き合い方。逃げない。ごまかさない。まっすぐに。まあそういう感じですね。まあ、ちょっと抽象性が高いのでね、誠実っていう言葉もね、ちょっといろいろと、難しいなって感じる部分もあるかもしれませんけども、まあ、特にね、まあ、ちょっと、新型コロナウイルスが流行っていてですね、みんな戦々恐々としてます。そんな中でですね、どういう態度で我々はこれに向き合うべきかっていうのもね、やっぱり今問われてるなっていうのも僕感じたりするんですね。自分さえ良ければいい。いろんな意味でですよ。自分があればいいんだ。自分が無事ならいいんだとかね。自分の関係者だけ無事ならいいんだとかね。いうふうに考えてしまう。そういう態度が本当にいいのか。ね。確かに、あなたが、なんだろうな。いろんなもの、マスクでも、トイレットペーパーでも、なんでもいいですけども、買い込んでね。ストックしとけば、あなたは、ね、困らないかもしれない。結果としてね。だけどさ、そういう態度は、本当にそういう、あるべき態度なの？誠実な態度なの？いや、誠実じゃないよね。誠実な態度ってどうだろうか。今、最も、この現状の中で、自分ができる中で、どういう態度が誠実なんだろうか。これを考えていくのが、学問であって、学びなんですよね。そういうことですね。そういう学びを続けてきた人たちが守護霊になっているということです。まあそういう話ですね。だからなんとなく守護霊ってなんか偉い人みたいなね感じで捉えられがちですけども、偉い人っていうのは別に地位が高かったとか、功績があった。ね。現実の世界でなんか功績があったとかね、すごい有名人だとか、そういうことじゃないんですよ。生き方の態度が素晴らしかった。ね、教養が深かった。ここがあるからこそ守護霊になれるんですね。そこを間違えないようにした方がいいんじゃないかなと思うと同時に、まあ、今回のご質問の内容、誠実さっていうのは、誠実な態度を学問により収めていたということですね。まあもちろん、この時代は論語や孟子を読んでいたということなんですけども、まあね、現代でももちろん論語や孟子を読むことは、いいことだと思いますよ。学べることも多いと思います。ただ、まあ、春秋戦国時代にね、書かれたものなので、春秋戦国時代の前提で書かれている部分があるので、まあ、完全に我々のね、実生活にマッチしているかというと、そんなことは全然ないので、やっぱり置き換えたり、咀嚼して解釈して自分に当てはめるとどういう態度があるべき姿なのかなということを考えながら読むと、また、違うかなという意味もしますし、現実の中で学ぶっていう時も単純に本を読んだから学びじゃない、ね、何かいい話を聞いたから学んだじゃない、自分がどうあるべきなんだろうかっていうことを常に考えながら態度を改めていく、態度を固めていく、これが大事ですと。これが霊性向上なんだと。霊層も向上するし霊界の本質も固められていくんだということを、まあ、言えるかなと思います。ということで、ちょっと長々とお話をしましたけれども、今回、まあ、誠実さについてということで
ご質問いきましたので、お話をさせていただきましたということで、今回もシゴスピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなども情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。